こんにちは。あ、間違えた。こんばんは。聞こえてる？あ、聞こえてた。よかった。よし。木本アンナです。こんばんは。今日はお休み、お休みっていうか公演とかがないので、ポニーテールじゃない、なんかポニーテール自分でするの苦手で、あんま得意じゃなくて、腕が疲れちゃうから、下ろした。しかも髪も短いし、ここまでしかないよ、見えないね。前座出演は慣れてきた？慣れはしないかも。なんか出る前、出演する前、袖にいる時本当に口が乾いて乾いて仕方ないの、くっつく歯に。だからうまく笑えない。で、あ、そうだ、先週の土曜日と日曜日リレー配信ありがとうございました。楽しかった。4期生13人でリレー配信をしたんですけど、質問に答えたりして。見てくれました？楽しかった。あれ、質問2日間でほとんど答えたんだよね。見てたよ、ありがとう。2日間見た？よかった、ありがとう。楽しかった？初顔出しだったもんね。そう、オーディションの時はラジオでやってて、だからそうだよね、そうだよね、めっちゃ久しぶりにやって楽しかったです。意外と緊張しなかった、最高でした。やったよかった。オーディションの時は6番、夕飯中です。ご飯何食べてる？あ、何食べました？今日ご飯もう7時半だから、ご飯食べました？みんな これから？まだか。塩ラーメン、うちにも今塩ラーメンある。しゃぶしゃぶ、フライドチキン、家系ラーメン、今食べてる人が多いね。お腹空いてきた。私も今日ハンバーグ食べたんですよ。肉巻き唐揚げ定食、カレーハンバーグ、ハンバーグ一緒？カニ好き？好きだよ。おねえほどじゃないかもしれないけど今日は肉の日なので肉にしました。確かに私も肉の日だから肉食べた。肉って言うとお母さんに怒られちゃ
木本優奈さんってお姉さんがいますか。そうですよ、お姉さん木本優奈さんです。そう、お肉って言わないと。つぐの日でもあるね。つぐの日だね今日は。でもうるう年だから2月29で4年に1回しか来ないつぐだね。アンナちゃん夕食作るときはレシピ見るの？レシピはね基本見ないね。測らないんだよねそもそも、大さじなんとか。あんまり目分量基本。そう感覚で言ってる。キャッチフレーズしないの？しよっか、しよっか。右から、あ、やりますよ。もうやるよ。右から左まで、みんな。アンナのトリコありがとうございます。新潟県出身、高校1年生16歳の木本アンナです。よろしくお願いします。忘れてた。聞こえたよ、聞こえた。アンナのトリコ。昨日誕生日でした、おめでとう。一日遅れだ、昨日言えなかったね。おめでとう。今日はのんびりゆっくりコメントを読みながら20分くらいやる予定だよ。やだ、あんきもちゃんやだ。あんま可愛くないその名前は。家でポキと公園の話するの？え、するよ、するのかな。あれ、公園の話っていうよりかはなんか教えてもらったり、あの思い出いっぱい公園の曲、楽曲をちょっとだけ教わったりして、ダンスとかしてるんだよね。そう、高いイチゴはね、あの1個しかなかったらしくて、お姉しか食べてない。私は赤い方のイチゴを分けて食べた。この前お姉ちゃん起こしてくれたのありがとう。いやいや、気持ちよく寝てただろうに起こしちゃったけど。スイスイがアンナちゃんのこと気にしてたよ。え、どういうこと？気にしてた？オロナミンシーの、オロナミンシー飲んだよ。乾杯して。こんばんは。この前いちご姫買って帰った。いちご姫食べた？いいね。いちごさ。今美味しいからお母さんが買ってくれると結構食べちゃう。ん？なんかお姉の名前みたいな。え、お姉？これ好きな果物は何？桃。あ、違くて桃。ももちゃんの、あ、お姉お姉来た。四期生はアンナちゃんをします。やった。
やった変えないでね変えないでね。監視に来てる怖いんだけど、パトロールしてるって。全員好きだけど特に注目してるね。ありがとう、嬉しい。そのまま推しにしてくれたらもっと嬉しいけど。ケロ、アンナちゃんもお見送り楽しい。楽しい、お見送りも楽しいし、最近はお出迎えも受付もしてるからめっちゃ楽しい。お話できる機会があるから。そう、ピンク白振るよって言ってくださる方もいるから嬉しいんですよ。いつもありがとう。うちはスクールぐらいに押してますね。ありがとう、嬉しい。見送りでさ、うちわとか作ってくださったのをさ見せてくれるじゃん、みんな。ありがとう、嬉しいよ本当に。アンナちゃんの受付で最善でした。え、業績祈願じゃないのしたっけ。アンナちゃんの生写真ポチった。ありがとう。今は猫だっけ、黒猫の写真が今だよね。あれはね、メンバーにも褒められた。受付、私の受付まだ、いや今度土曜日とまた来春の平日も出演させていただけるので受付当たるといいな。お話ししましょうね、ぜひ。こんばんは。2日5日7日行きます。え、コンプリートじゃん私に当たるかもしれない、楽しみだ。空いてる時間帯に行くとどっちに行くか選べる。え、そうなの。あ、そうだよね。でもあれちょっとさ切なくない、どっちにしようか迷うよね。アンナちゃん受付で初めて見たとき、あれれ流れちゃった。可愛いしか言えなかったね。嬉しいんだけど嬉しいんだけどさ、たまにさ、お姉ちゃんと似てるねって言ってお見送りとか受付言ってくださる方がいるんだけど、どうやって返したらいいんだろうね。お姉ちゃん似てるねって言われてさ、ありがとうっていうのもなんかさ、ありがとうなのあれありがとうで合ってるのか分かんないからさ、お姉ちゃんと似てるねはちょっと返しに困るかもありがとうでいい、じゃあありがとうっていうね。そこもしかもね、お姉とも話してるけどあんまり似てないからさ耳が似てる、大きくてちょっと立ち耳カニとかしたらいいんじゃない、こういうこと。確かに、じゃあ私をして、え、めっちゃいいね、それ。私そういう忘れないようにするね。目が似てない、え、
目が似てないと思ってるんだよね。お姉はさ基本丸くてさ縦に大きいんだけど、私横に長くない？横に長いし上はそんなにないからあんまり似てないと思ってた。この前受付で初めましてだったけど緊張して何も話せなかった。ねえ話そうよ。私もさ人見知りだからさあんまり自分から話しかけられないんだけどさ、頑張るからお話ししようね。ぜひ。口似てる？え、口？口は言われたことないかも。受付一瞬すぎる確かに。こうやってありがとうございます。いってらっしゃいだもんね髪を下ろすとめっちゃ似てる。え、そう？でも私もね、もう今カベシャポニーテールだからお家にいるぐらいしか。隠してるけどゲラだったりする。え、別に隠してないよ。隠してないしゲラだよ結構ね、笑うよすぐ。ツボ浅めだし。結構お家ではお姉も私も大きな笑い声を響かせ、え？え？もう47分なの？え？え？もう47分？早っ！え？私17分も喋ったっけ？あれれれれって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 、スクショタイムにいりますか？いる？いらない？いる？よし、やるね。じゃあリクエストをください。何したらいい？カニ、はい、カニっていうかピースにしよう。待って、これで。どうしよう。ハートにお顔入れるやつ、はい、合ってる？合って？オッケー、もうオッケー、49分だからさよし、ありがとうございました。楽しかった。4日ぶりありがとうございました。来てくださって、はい、また明日やる。また明日も7時ぐらいにやりますので見に来てね。はい、じゃあね、またね、また明日。